南洋杉族は南洋杉科の族の一つ。学名からアラウカリア、アローカリアとも呼ばれる。俗名の南洋杉族は和妙である。学名はアラウカリアで、名の由来は諸説あり、本族の一種が自生している、チリ中部の州でラ・アラウカニア州のマプーチェ語で、泥の水の井であるアローコの地名に由来するという説や、チリの先住部族であるアラウカの族、または、 アラウコ語族を表す、部族名アラウコにインディアンズにちなむという説がある。常緑の針葉樹で、普通は、私有一種である。種によっては、樹孔が60メートルになる高木もある。南洋杉族の樹形は様々であるが、一般に成り木にならないと、種の特徴ははっきりとは現れない。大枝は幹に林生し、葉は輪辺状であるか針状で、螺旋状に配列する。 南アメリカ、ニューカレドニア、ノーフォーク島、ニュージーランド、オーストラリア、ニューギニアに分布する。オウムの仲間は南洋杉の種子を粉に混ぜて広範囲へと散布する役目を担っている可能性がある。木材が利用されるほか、種子が食用になる種が多い。奇抜な樹形で庭園樹としても人気がある。島南洋杉は観葉植物として よく利用されている種である。世界に約15種が知られる。4つの節に分かれるという分類で記述する。球果は12センチメートル以上。発芽の様式は地下性乾燥や低温にさらされると著しく発芽率が下がる。難貯造成の種子をつけ発芽は地下性である。全滅種では発芽が地上性だった可能性もある。原尊種で 最も種類の多いグループである。ありがとうございます。